いや、ミュウツーとは呼びたくないでしょ。ミュウツーかめっちゃプッシュ来てるけど、LINE とかで。出たいです、出たいですって。ミュウツーってやってさ、もう。お前らじゃあミュウツーがいいのって。ビッグニーと麻雀できないでしょって。いや、パルパル呼べたら電話番号教えて。別に呼ぶから、電話番号とか、LINE 分かれば、公開してるんだれば。まあ、さきちゃんもワンチャン来ると思うけど、一回使ったじゃん、前回。だから、さきちゃんと同じぐらいだったら、さきちゃんもミュウツーも変わんないじゃん。だったらミュウツー呼ぶよ。さきちゃん呼ぶの。だって同じ違う人を呼んでほしくない？ミーアちゃんに LINE してんだけど、帰ってこないんだよね。ミーアちゃんから。ミーアちゃんでもいいかと思ったら、もうミーアちゃんが LINE 帰ってこないから。ビッグニート今配信してないの？あ、そうなんだ。いや、香川は来ないよ。カラーって LINE とかあるの？ Twitter とか。カラーでもさ、入れ墨入ってるからな。入れ墨入ってるからちょっと怖くなる人もいると思うんだよね。ミュウツーは、なんか10月7日にバン解除っつってふわっちゅう。いや、ジーコは、もう多分俺のことも、あれしてないから。もう、こ、あの、もう、俺と絡まないみたいに言ってるんでしょ、ジーコは。じゃあ、だから本当に、だから出たい人かけてきて、麻雀大会。もう、フグちゃんだけじゃん。フグちゃんでいいのね。フグちゃん。フグちゃんでいいのよ、お前ら。じゃあ、これ50いったらフグちゃんでいいの。50でフグちゃんだな。アンケートでね。これアンケートで50以上やったらフグちゃん。フグちゃんになります。麻雀大会も。他にまだいないもんね。だからね、他に。他にいないもん。まあ誰かね、別に配信者で麻雀できるとかね、女の子とか、そういうのいれば電話かけてほしいけど、誰からもかかってこない。フグちゃんしかかかってこないからね、麻雀大会。だからいないかね、本当に。麻雀できるよ、ね、人。もう即決するような、なんかもう、閲覧もあって、そう、もうフグちゃんで閲覧がないから、まあみんなが呼べって言うんだったら呼ぶけど、ないんじゃない、結局だから。いや、香川だから電話番号教えてよ。雪だるまできないって。前回誘ったけど、雪だるまはできない。で、ツイッターで ID 書いて、ID。俺から誘うのは、なんか、あんなゴミに誘いたくないじゃん。向こうから電話かかってくるんだったら全然いいけど。だって俺からかけるの、だって俺からかけるんだったらフグちゃん呼ぶよ。香川じゃなくて。向こうから、だって、相手は格下じゃん。完全に俺より。そこはプライド持っていいでしょ。香川が俺に電話かけてきたら、あ、全然いいですよってなるけど。いや、雪だるまさんできないですから。麻雀できませんって。点数計算は別にみんなできないから。俺もできないし。だけど、雪だるまちゃん、麻雀自体ができないって言ったから。だから誘いなかった。
麻雀ができないですよ。雪だろうさ、LINE したら、LINE っていうか、ツイッターで言ったら。音だけだからね、手がないから麻雀打てねえだろ、音だけど。手がないやつはどうやって麻雀打つんだよ。ワドは前科が多すぎる。前科持ちじゃん、あいつ。前科が多すぎる。怖がっちゃうじゃんって。他に参加さ、前科が多いやつ。まあ、俺も前科一般だけどね。じゃあ、あげがいるじゃない。みんな怖がるじゃん。クルーさんは麻雀できない。ほんで、できる人を頼む。かけてきてよ、電話。見てないの、配信者今。私できます、麻雀できます、みたいな。じゃ、まず、ふぐちゃんのアンケートじゃ開封するわ。ふぐちゃん呼ぶか呼ばないか。ね。じゃ、これで終了。あ、じゃ、呼ぶか。50%だ。じゃ、福ちゃん呼ぶか。じゃ、51%だから。じゃ、福ちゃんでいいのね。じゃ、50%だったら。福ちゃん。51%は、福ちゃん呼べと。じゃ、電話は最初誘ったんだよ、俺。だけど、最初は、麻雀覚えて、出ますって言ったけど、なんか、麻雀やっぱ無理だから、出ませんって言うの、ゼロワン。じゃあ無理、ゼロワンは。ふうちゃん、どだけすんの？オープンなんか出ないよ。あ、ふぐちゃん、おはようございます。みんな、ふぐちゃんでもいいの？ねえ。ふぐちゃんでもいいの？ねえ。いたずら電話やめて、ほんと。もう NG にしとか、いたずら電話。0368769292。